というわけで今回紹介するのは、この恐竜たちだ。断片的特集。名前の時点でもう話の密度が低そうなんだが、なんだよ断片的って。ね、この動画で何回も言っている通り、恐竜の化石というのは、断片的に見つかるのがほとんどなんだよ。でも断片的にしか見つかっていないのにもかかわらず、見つかった骨のインパクトが強すぎたから有名になった恐竜たちがいるんだ。今回はそんな恐竜を解説していくよ。じゃあ、まずはこの恐竜を解説していこうか。アンフィコエリアス、全長約25メートルから58メートルか。名前の意味は末端がくぼんだ椎骨を持つもの。種名はアンフィコエリアスアルプスとアンフィコエリアスフラギリムス。分類、竜板目、竜脚系亜目、竜脚科目、ディプロドクス科。生息地域はアメリカ。生息時代はジュラ紀後期。58メートル。なんでそんな大きさになったのぜ。まあ、まずはアンフィコエリアスの特徴と発見史から話そうか。アンフィコエリアスは1878年に、あのエドワード・ドリンカー・コープによって記載されたよ。マジか。コープ大発見じゃないか。小さい方のアンフィコエリアスアルプスは、脊椎や肩甲骨、大腿骨などが発見されていて、推定全長は25メートルだと言われているよ。25メートルでもすごいじゃないか。ゴジラの半分だぜ。スケールが縮んでいるんですが、それはこのアンフィコエリアスアルプスは手足が他の竜脚類と比べて細長いのが特徴だよ。で、問題は大型種のアンフィコエリアスフラギリムスだよ。アンフィコエリアスフラギリムスは同じく1878年に1本の脊椎骨が報告されたんだけど、その脊椎骨の高さは2メートル以上だと言われていて、そこから推測するに全長約58メートルだと言われているんだ。58メートルと言ったらすごいぜ。デストロイヤーの約半分だぜ。余計スケールが縮んでるってば。アンフィコエリアスがどれくらい大きかったというと、全長27メートル、体高4メートルのディプロドクスは、アンフィコエリアスのお腹をくぐり抜けることができるくらいなんだよ。もうスケールがすごすぎて想像が追いつかないぜ。うん、もし本当に実在すれば、まさに地球史上最大の生き物だね。もしってなんだよ。化石は残ってるんだからいたに決まってるだろ。実はね、アンフィコエリアスフラギリムスの脊椎骨は、行方不明になっているんだ。え、消えちゃったのぜ。うん、今も所在はわかっていないよ。なんで？原因は全くわかっていないよ。発掘地のコロラド州から、ニューヨークのアメリカ自然史博物館へ輸送するときに、亡くなってしまったんだ。だからアンフィコエリアスフラギリムスの存在を証明できる手がかりは、コープによる記録と化石のスケッチだけなんだよ。だからアンフィコエリアスフラギリムスは存在が怪しまれていて、中には脊椎骨は、木の幹の化石だったとする説もあるよ。偉大なのか不名誉なのか。ちなみにアンフィコエリアスアルプスの化石は、アメリカ自然史博物館の収蔵庫に保管されているよ。でも、もし大型のアンフィコエリアスがいたとしても、これだけ大きかったら普段の生活が大変なことになりそうだな。特にこんな長い首を持ってたら、呼吸とか大変そうだぜ。まあ、竜脚類全体に言えることなんだけどな。うん。その呼吸を可能にしていたのが、気嚢システムだよ。気嚢システム？気嚢というのは、文字通り空気の袋で、空気が一方通行に通る仕組みだから、肺にはいつも新鮮な空気があるというわけだよ。この気嚢は、鳥類や獣脚類にもあるよ。そしてこの気嚢は、恐竜の軽量化にも役立っているんだ。竜脚類の首の骨は、実はそれほど重くはないんだ。骨は中が空洞になっていて、そこに気嚢が入っていたんだ。つまり骨の代わりに、空気の袋で支えているようなものだったんだよ。空気で体を支えていたのは想像つかなかったぜ。アンフィコエリアスフラギリムスは、体重122トンあると言われているけど、昨日のことを考えたら、少し軽くなるかもね。あと、これも竜脚類全体に言えることなんだが、なんでこんなに大きくなったのぜ？体が大きいことのメリットってあるのぜ？うん、体が大きいことのメリットは、体がそのまま武器になるということだよ。被食者の体が大きければ、プレデターに襲われにくくなるんだ。竜脚類巨大化のメカニズムを簡単にまとめると、まず、頭が小さかったから、首を伸ばして広い範囲の植物を食べることができたんだ。なんで竜脚類の頭が小さいのかというと、それを作る要素が小さいからだよ。
脳が小さく、歯も小さく、顎の筋肉も強くないから、頭を小さく軽くして、長い首でも支えることができたんだ。そして歯は簡素な形で、噛む力も弱いから、植物を噛まずに飲み込むしかなかったんだけど、消化効率の悪い植物を噛まずに消化するには、時間をかけてゆっくり消化する必要があったんだ。そのため強大な腸が必要になって、それを収めるために樽のような大きな胴体が必要だったんだ。竜脚類はこうして巨大化したと思うよ。なるほどな。よくわかったぜ。次はこの恐竜だよ。デイノケイルス、全長約11メートル。名前の意味は恐ろしい腕。種名はデイノケイルスミリフィクス。分類、竜板目、獣脚亜目、テタヌラ科目、デイノケイルス科。生息地域はモンゴル。生息時代は白亜紀後期。デイノケイルスは1965年に、ポーランドとモンゴルの古生物学園生態によって、肩甲骨頭甲骨を含む 2.4 メートルに及ぶ両腕と、肋骨や椎骨の一部が発見されたよ。そして1970年に、ポーランドの古生物学者、ハルスカ・オスモルスカと、エヴァロニエイッツによって、尋常じゃない恐ろしい腕を意味する、デイノケイルス、ミリフィクスと命名されたよ。なんかテリジノサウルスを思い出すぜ。もしかしてこいつはテリジノサウルスの仲間なのぜ？腕が長いのはテリジノサウルスに似てるけど、腕の構造はオルニトミモサウルス類の恐竜によく似ていたんだ。だからデイノケイルスは、このグループが大型化したものと考えられているよ。だからデイノケイルスは、オルニトミムスみたいに、首が長くて、頭は小さく、後ろ足も長い姿に復元されていたよ。でも命名から半世紀以上経っても、追加標本は全く発見されなくて、ずっと謎の恐竜とされていたんだ。唯一見つかったのは部分的な肋骨のみだったんだよ。でも21世紀になってそれは一変したよ。もしかして新しい骨が見つかったのぜ？その通りでございます。まず2002年以降に、デイノケイルスの化石が盗掘されるところから始まるよ。いきなりとんでもねえな。そして2006年に、韓国とモンゴルの調査隊が、デイノケイルス亜生体の部分骨格を発掘するよ。でも、デイノケイルスだとは分かっていなかったんだ。2009年に同じ調査隊が、前述の盗掘されたデイノケイルスの残りの部分を発掘するよ。ここでようやく、2006年に発掘された化石が、デイノケイルスのものだと分かったよ。そして2011年に、ヨーロッパの個人のコレクションから、デイノケイルスの頭骨、って、足が発見されて、2014年にモンゴルに返還。ついにデイノケイルスは、全身骨格を復元できるまでに至ったんだよ。へえ、それはなかなかすごいじゃないか。だから正直言って今回取り上げようか迷った。で、復元した結果、どんな姿になったのぜ？この姿だよ。スピノサウルス？予想をはるか上を行く復元で私も驚いたよ。主な特徴は、長い頭、短い後ろ足、そして発達した背中の極突起だよ。じゃあ、順に特徴を見ていこうか。まず頭骨。1メートルに及ぶ頭骨には歯が生えていなくて、口先はパラサウロロフスタチカモノハシ竜のような、くちばしになっているよ。やっぱりこいつも植物食だったのぜ。そうだね。お腹から遺跡が1000個以上発見されたことから、植物食恐竜だと推測されているよ。でも遺跡と一緒に、魚の背骨や鱗が見つかったんだ。このことから、魚も食べていた、雑食恐竜だとも言われているよ。余計スピノサウルスっぽくなるな。デイノケイルスは前足を使って、この歯を手繰り寄せる他に、魚を捕まえたり、木の皮を剥がして食べていたのかもね。後ろ足は、他のオルニトミモサウルス類と比べて、短くなっているよ。足の爪は平らで、先端が丸くなったひづめ状になっているよ。これは獣脚類では珍しい特徴なんだ。体重 6.4 トンの体を支えたり、安定させるのに便利だったのかもね。走行性を捨てて巨大化した感じか。でも、背骨は中空化が進んでいたんだ。だから体の大きさの割には、結構軽量化できたようだね。そして私が一番驚いたことは、背中の極突起が伸びた穂があることだよ。この穂は何のためにあったのぜ？多分ラクダのコブみたいに、脂肪を蓄えるスペースとして利用していたんじゃないかな。こんな感じで発見から50年近く経って、ようやくデイノケイルスは、謎の恐竜からめでたく卒業したというわけだよ。
これだから恐竜研究はやめられないね。それじゃあ、そろそろ幕を閉じよう。